もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。うん。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、お？こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。気候も安定してきたみてえだし、みんなの様子を見に行こうぜ。ねえカタリナ。なんだルリア。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。壁があるのかな。まさか。いや、しかし、そういえば考えたこともなかったな。あなたはどう思いますか？想像できないけどワクワクする。だな、オイラも楽しみだぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ、そいつも空の果てにあるんだったよな。お前の親父さんが待ってるっていう。空の果てか。どんなところか見当もつかないな。ふん。でもわからないからワクワクするね。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。うう、
それにしてもいい風が吹いてやがる。この風、なんだか懐かしい感じがするわ。え、ロゼッタってこの…あら、もう、すぐまたそうやってはぐらか…野暮なこと聞くなってことだよ。うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言う。そうよ、ラカム。イオちゃんはもう一人前。二対一。イオちゃん、頼りにしてるから。ふふんだ。魔法使いとしてだ。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん。気分を切り替えて、新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか。ええ、安心しな。見張りはきっちりやってっからよ。なんか。よろしくお願いします、オイゲンさん。おう、任せときな。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ教会を抜け切ったわけじゃねえ。気抜くなよ。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島、そろそろ見えてこねえかな。ん？みんな構えろ！魔物だ！の群れだと。雲に隠れてやったのか。いいよ、ロゼッタ、左舷側の奴らを迎撃してくれ。わかった。この野郎、邪魔するんじゃねえよ。こんな感じかな。ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。なんだ。
このままじゃ船ごと落とされちまうぞ。なんとかならないの。泡が湧いてきた。暴走状態といったところかしら。話が通じる雰囲気でないことは確かだな。クソ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもバーブルトを引き離してくれ。それに応えなきゃ。すまないグリア、このまま攻撃し沈めさせてもらう。なんとかしないと本当にまずいぜ。ダメだ、お願い、もうやめて。しまった。やった、おいラカム、旋回して離せねえのか。無茶言うな、機動力じゃ勝てっこねえ。迎撃するんだ、今はそれしかない。気をつけて、仕掛けてくるわ。クソッて、こんなのありかよ。全員無事か。今ので動力部をやられちまったらしい。このままじゃ浮力喪失コードまで降りちまう。おいで。わかった、修理は任せろ。そっちはギリギリまで落下速度を抑えてくれ。万事休すとは思いたくない。限界までやるぞ。テクション無駄にね、敵に回してこんなに厄介とはよ。でもこんなところで終われないわ。ガツンとやるわよ。早く回復しなきゃ。そうだね、カバーするのが限度がある。おいで頼むぜ。やばい、今さら。これは危険だわ、これ以上は。マジかよ、やりたい放題してくれやがって。次来たらもう耐えられねえ。おいで、まだか。こいつを殺して溶接完了と。よし、これでどうだ。いけそうだぜ。緊急上昇する、振り落とされんなよ。やった、暴走が収まった。ダメ、おい、大丈夫だ。あんなの食らったら一発で大打物だぞ。なんとか回避できたな。次もうまくいく保証はできねえぜ。この距離じゃどっちみち避けられぬ。みんな衝撃に備えろよ。うわ、おもちゃが出るかも。どうだ、こっちくしょうが。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の後期だ。負けたね。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。
丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。ルリオ、ファブリい暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも私は命を落として。今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で、一つしかない命の半分を私に分け与えた。その事実が、くすぶっていた空の果てへの憧憬を、旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て。星の島イスタルシア。あらゆる望みが叶うとされる、伝説の地。そう。ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば、私とルリアの命のリンクもきっと。私は今どこにいるのだろう。そうだ、船から落ちてしまって、ルリアとピーも。起きてくれ。起きないってば。大丈夫か。たく、心配させやがってよ。しょっと。ルリアに助けられた時の夢、今の状況が影響してんのか。実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。あたりを探してみようぜ。にしてもでかそうな森だな。迷わねえように気をつけようぜ。きっとみんな心配してるよな。なんとか合流できるといいけど。
ルリアの火、いただき、この先だ。やってって。それじゃあ、さっさとこの森を抜けて、みんなと合流しねえとな。そういや、ルリアと初めて会ったのも、こんな森の中だったよな。はい。ザクティンゼルの森でも助けてくれました。思えば遠くまで来たもんだぜ。故郷のみんな、元気にしてっかな。よし。何かな？おお！また出やがった。いけるか？えっ。
ているようなの。はって、はあ。心配してますよね。急いで森を抜けなきゃ。ああ、元気な顔を見せて早く安心させてやんないとな。これはなかなか。何かに使えそう。今の声、ああ、カタリナの兄さんだ。カタリナー、ここだよー。おお、こっちからだ。おーい、オイラたちはここだぜ。リーさん、後ろ。岩に分けてやがったのかよ。この一撃期待に応えなきゃ。よっ、えい、よっ、で、はあ、こいつは強敵だな。いけるか。遅れて参上ってな。もうバカ言ってないで、とっととこいつをはっ倒すわよ。みんなありがとな。助かったぜ。これならいける。リックも無事で何よりだ。4人揃ったところで連携といこうぜ。全員で集中攻撃だ。
行きますよ。すごい威力です。だいぶ弱ってきたみたいだな。このまま決めさせてもらうぜ。団長、間に合ってよかった。遅れてごめんなさい。おいしいとこいただきってな。ふう、全員無事のようだな。助かったぜオイゲン。ところでルリア、さっきのバハムートだが、もう大丈夫なのか？うん、大丈夫みたい。原因は何だったんだ？私にも分かりません。ねえ、ここで考えてても仕方ないわ。一旦グランサイファーに戻らない？旦那、また魔物が出ないうちに帰ろうぜ。待ってちょうだい。この道の先、遠くない距離に町があるみたいなの。まずはそこでこの空域について情報を得てみるのはどう？町へ行ってみよう。それもそうか。今は少しでも情報が欲しい。そういうことならいいんじゃねえか。新しい空域の町か。もうリンさんってば食いしん坊。ルリアもね。安心したら急にお腹が。よし、一体どんな町なんだろうな。おいらちょっと楽しみだぜ。しかしよ、あんな高さから落ちたのに無事っつうのは奇跡っつうかなんつうか。森の木がクッションにならなかったらさすがにヤバ。町が見えてきました。なんとか一息つけそうね。早速行ってみるとしようや。その船がいるってことは交易も盛んらしいな。この感じ、ポートブリーズを思い出すぜ。さて、ルリアを休ませなければな。え、私は平気だよ。あれだけ大変な目に遭った後だもの。無理はいけないわ。でも新しい空域の街ですし、一緒に見て回りたいな。ですって。少しの間、自由行動にしよう。やったー。元気なもんよ。ルリアが平気なら、それでいいさ。じゃあ、俺は一度戻って、グランサイファーを運んでくる。渓流はできそうだしな。そんじゃ俺は、新空域の酒の味でも確かめておくとするかな。まだ昼間よ。これだからおっさんは。さすがだろ。褒めてません。やれやれ。ではしばらくしたら、あの大きな建物の前で集合するとしよう。よし、早速見て回ろうぜ。知らない街に初めて来た時ってなんだかワクワクしますね。
見ようかなって悩みますよね。いや、今回は本当助かりました。次もお願いしますよ。毎度どうも。また来いよ。おやおや、シェロさん、ルリアさん、団長さんまで。ヨロズヤもこの空域に来てたのかよ。本当にどこにでも来るんだな。私はどこにでもいて、どこにもいないのです。旅自宅はシェロちゃんにお任せ。シェロの知り合いか。いいだろう、武器を見せてくれ。今後も武器のお手入れしてもらえそうですね。そうだな。よし、他にもいろいろ見てみようぜ。リオちゃん、せずにイノシマ・フレイメルで出会った女。じー、何見てんだ。なんだ、トカゲか。オイラはトカゲじゃねえ。なんかイオちゃんは何をしてたんですか。お化粧品を見てたの。これもお化粧道具なのかな。使い方わかんない。おいしいスープはいかが。小野美優さん、冷やかし大歓迎。よし。ラカムさん、私たちの船、グラ。そう。船の方は俺に任せときな。オイゲンさん、海の島アウギュステル。この目が気に入ったぜ。おい、ロゼッタさん、茨の魔法を。ロゼッタさん、ルリアちゃん、風が
穏やかね。のどかな町だな。そうだ団長、これは覚えておいてほしいんだが、私たちの戦いの技術はマスタリーポイントで磨かれる。戦いが厳しいと感じたら思い出し確認してみてくれ。団長に負けないよう、私も日々精進せねばな。少し早いかもしんねえけど、待ち合わせ場所に向かってみるか。
話を聞こう。どれを強化するんだ？任せておけ。成功だ。任せておけ。よし。任せておけ。任せておけ。こんなところか。任せておけ。任せておけ。よし。任せておけ。任せておけ。こんなところか。見せてみろ。手入れを怠るなよ。Thank you.
この辺で集合するんだったよな。もう町の探索はいいのか。うん、もう十分かな。そっか、そんじゃみんなが来るまで一休みしてようぜ。見てください、グランサイファーです。確かラカムが修理に出すって言ってたよな。あの、今日私がグランサイファーから落ちた時の話なんですけど、あなたがすぐに手を掴んでくれて、私すごく嬉しかったです。今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、危険な目に遭うこともありましたけど、いつもあなたが助けてくれて本当にたくさん感謝しているんです。あなたと私は一心同体だから、だからこれからもずっと一緒に旅を続けましょう。うん。改めて言うとなんだか少し恥ずかしいです。そうですね。いい香りでしょ。そうね。すまねえ、待たせちまったな。グランサイファーの修理を頼んできた。よかった、ありがとうラカム。さて、船の修理が済むまではこの町で。あーっと、忘れ物が。ん、なんか声が。では行ってきます。失礼しました。僕はトカゲが苦手なもので。おい、こら！おいらはトカゲじゃねえ！喋った？待ってくれ。驚かせてしまい失礼した。私たちは旅の気空団だ。怪しいものではない。そして彼はビーク。それどころか。むしろ。姉さん、違うぜ。え？ああ、そうだ。ローランさん、助けてくれ。俺たちの村にいきなり竜巻風。え、あなたはフォルカで待機してください。ああ、気空団の方々すみませんが急用ができ。ああ、ちょっと行っちまったな。ただ事ではないのは確かだな。あの御神を追ってみよう。すごいな、テンペールにはまだ逃げ遅れた人たちがいる。一体突然祭壇が光り出したと思ったら恐ろしい突風が。星神様が怒っているんだ。落ち着いてください。詳しい状況を教えてもらえますか。あ、祭壇、突風。なあ、これってなんか気なくせえな。バハム、あのメガネの人何か知ってそうね。ついて行ってみ。そうだな。聖少獣らしき存在が気になる。よし、そうと決まりゃやること。よし、それでは行ってきます。あの、おや、先ほどはどうも。なんだかご用事でしたら後日でお願いしたく、これから町を出なければ。担当直入に言おう。私たちも。え？何やら困っているのではないか。内容。それはありがたい話ですが、
さっき星照獣って言ってましたよね。俺らは今日この空域にたどり着いたんだが、星照獣か星神様かわからんが、俺らもつまり私たちの目的も同じってことよ。それいや、しかし、確かに分かりました。ではお願いできますか。現地では何が起こるか分かりません。今のうちに準備を整えておいてください。はい。よし、それじゃあ戦うメンバーを選ぼうぜ。準備は万全だ。私の力が必要？任せてちょうだい。私も戦うよ。楽しませてもらうわ。あそこのカウンターでお仕事、クエストを受けられるみたいですよ。旅の合間に覗いてみるといいかもです。よし、準備ができたら発着場に向かおうぜ。あの、飛空士の方でしょうか。実は私、各地の依頼を。この依頼を受けますか？どうかご無事で。良い一日を。高くて美味しいスープはいかが？いえ、間もなく出航します。よいしょっと。あとは自動操舵で十分でしょう。ご挨拶が遅れました。僕はフォルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ、この騎空団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒオ。オイゲンだ。ロゼッタよ。オイラはビーティンだ。ルリアです、よろしくお願いします。そして彼女が団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですって。うん、これは僕も負けてはいられません。実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。家具の修理から恋の悩みまで、お困りごとはズバッと解決。この便利屋ローランに不可能はありません。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。し、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃん？僕の名前はローランです。
あ、分かったよ、便利屋の兄ちゃん。ローランです。